皆さんこんにちは、アンダーウォータークリエイターのしげのです。今回はですね、僕の使っている水中撮影の機材について紹介していきたいと思います。今回僕が使っている機材をですね、紹介していきたいのはこのストロボをちょっとメインで紹介していけたらなと思ってます。僕はですね、こんな感じでイノンさんのですね Z330 っていうストロボをですね、マクロもワイドも使ってます。大光量のですね、ちょっと一番高いタイプのものではあるんですけども、これを4つ使ってですね、普段マクロワイドともに全て撮影をしています。もう使い始めてかれこれ2、3年になるんですけども、全然ですねこのライト不満がなくてですね、まだ水没もしたこともないですし、光もすごいこう均等に当たっていくので、ムラなく当たっていくのですごい好きでずっと使ってたんですけども、このですねライトのタイプ2がですね、この6月10日にですね新しく出たので、それをですねイノンさんが試してみてください、新しいのできましたよって送ってくれたので、ちょっとその使ってみた感想だったりとか、僕は機材そんな詳しい写真家ではないのでレビューまではいかないんですけども、まあここが良かったよみたいなのをですね、この動画の中で紹介していけたらと思ってます。早速なんですけども、新しいですねこのストロボタイプ2、何が変わったかっていうと、ここのですねディフューザーを外した後のこの光のですね前面の部分、これ Z330 の昔のやつとちょっと比べてみると、明らかにこういう感じでですね変わってます。これフライアイドームレンズって言ってですね、よりですね今までの Z330 普通のタイプよりも光をですねより拡散させてムラなく均等に当てていこうっていうようなですね、フィルターじゃないんですけど前面のここの部分、光が出てくる部分になってます。で、確かに Z330 すごい光ムラなく当たってたんですけど、今までのも確かにワイドとかで撮った時に一部分強く当たってて、この境界というか左右の部分っていうのがですね若干弱かったりみたいのは確かに撮ってたりとかしていて感じていて、まあそういうのはですねこうストロボをですねギューッと後ろに押し下げてあげることで今まで解決とかしてたんですけども、より均等に当たるっていうことはですね、ストロボをもう少し近くから当てることなんかもできるのかなとか思ったりしながら、今回ちょっとですね大瀬崎で一本潜りながらいろいろ撮影してきました。今ですねお見せしている写真がですね、大瀬崎先端のソフトコーラルをですねちょっとメインでバーって撮ってみた写真になるんですけども、確かに光こうムラなく綺麗に当たってますよね。これ前がどうだったかって言われると、前も確かに綺麗に当たってたので、まあまあまあこんなもんだろ Z330 はって思ってたんですけど、こういろんなカットでこうポン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 この写真だったりとかこんな写真だったりとかですね、いろんなカットで撮ってる時にやっぱり全部がですね結構綺麗に当たってたりとか、一部分白飛びして一部分暗くなってるみたいな写真がですね、今までよりはこう少なかったような感じがして、確かにより均等に当たってるんだなと思いました。このカゴ書き台なんかもですね、結構ちょっと打ち待ったところにいたりとかし、光当たりづらいかなと思ったんですけども、まあ、こんな感じ全体明るく撮れてたりとかしてですね、こういうソフトコーラルを撮ったりとか、僕みたいにふんわりした雰囲気の写真を撮る人なんかにはですね、やっぱ使いやすいストロボだし、それがタイプ2になってより良くなったなっていうのはこう感じました。あとはですね、ソフトコーラルのこう撮影をしている時にイサキの群れがですねブワーって入ってきたタイミングで、あ、この写真ですね。この写真なんですけど、ちょっと急に入ってきたからカメラの設定とかそのままで、わ、イサキ入ってきた、パシッって撮ったんですけども、これもですねこんな感じで均等に光が当たってて、今まで見えてなかったこの海の部分、当たってないのかなと思ってた海の部分にもしっかり光が届いてたんだなっていうのが、ちょっとこの写真を見てですね改めて思って、タイプ2すげえなと思って、僕は全部これに乗り換えようかなと思いました。他にも急に出たシチュエーションで言うと、同じダイビングですね、こんな感じで稲田プリの子供ですねがブワーって入ってきた時があって、これもこうやってやっぱり急に入ってくるので、なかなかカメラの設定とかストロボを僕全てマニュアルで撮ってるんですけども、強さ変えてとかっていうのがなかなかできない環境なので、微妙な光のコントロールすごい難しいんですけども、これもですねうわ出たと思って、確かにちょっと設定はいじったりとかはこう撮りながらしてるんですけど、すぐですね綺麗に撮れてですね、これがですね白飛びとかせずにムラなく当たってるっていうのがねすごいなと。でやっぱり良かったですね。マクロの撮影もですね実際にしてみたんですけども、まあ、正直マクロに関してはそんなに大差なかったっていうのが本音です。この逃げ水チンアナゴとかの写真もそうなんですけども、これはそんなに変わらないかなっていうのが思ったのが本
で、まあ、ワイドですごい良かったけど、まあ、マクロだったら正直どっちでもいいのかなっていうのは僕はちょっと思いました。あとですね、イノンのストロボっていうとですね、このストロボのライトカッターって言ってですね、ここの前面の部分にですね、こうやって、はい、ここクリクリ回すだけでこうやってつくんですけども、はい、これをですね、つけて、このライトカッターを回すことによって余分な光をこうカットしたり、逆にこのライトカッターに光を反射させてより拡散してあげるみたいなですね、便利な道具ついてるんですけど、これ好きな人はですね結構使うんですけど、僕はあんまり使ってません。というのも結構僕めんどくさがりなところがあって、このライトカッターで余分なところがこう意図してないところがカットされちゃったりとか、光が回っちゃったりとかっていうのはあんまり好きじゃなくて、もちろんその時間があって何度も何度も繰り返せる撮影だったらやりたいんですけど、やっぱり水中って一瞬の出来事だったりとか、コンディションってその時々によって変わってきたりとかするので、まあ、そういう時になくてこの状態の方が僕は好きだったりするので、ここはですね好き好きでつけたり外したりとかしてもいいのかなと思います。ここまでですね、Z330 のですね、タイプ2、いろんな説明をしてきて、まあレビューまではいかないんですけども、まあ実際に使って撮った写真だったりとか、まあやっぱ良かったよと。で、僕もこれを使い続けますよっていうのをちょっと宣言はしていったんですけども、ニノンさんがですね、合わせて今回試すのにあたって、こんな感じで、いろんなですね、カラーフィルターだったり、原稿フィルター送ってくれました。で、実際にこれも試してみたんですけども、まずですね、この、黒いですね、原光フィルターからいくと Z330 って大光量なのに発光量一番弱い、マニュアルで一番最弱の強さにしても結構光強いんですね。それをより下げていったいくっていう、光を弱くするフィルターなんですけども、だいたいマイナス4ぐらい弱くなるって言われてるんですけども、正直これ使ってみたんですけど、なんかこう色がちょっと失われているような気とかがしてですね、悪くはないんですよ。これがないと撮れない写真とかもあるんですけど、まあ、僕はちょっと使わないかなとは思いました。ふんわり写真撮るとき、やっぱ Z330 強すぎるっていうのがあるので、僕はですね、いろんなとこ撮りに行くときに予備のストロボとかも持っていくので、まあ、その時に替えが効くようにマクロもワイドも Z330 でやってるんですけども、まあ、マクロだけの人とかはですね、光量がですね330から弱くなっただけのですね D200 っていうですねストロボも出てるので、まあ、そっちの方をおすすめするかなと思います。実際僕もマクロだけでって言われたら D200 の方が使いやすいのかなと思ったりなんかもしてます。あとはですね、この辺のカラーフィルターなんですけども、これはですねどういう使い方をするかっていうと、このフィルター使うとより黄色とかそういう色がですね被写体に対して当たっていくので、ロー現像とかをするときに青とかを足してあげやすいんですね。なのでよりですね後ろの海の青さとかをですねくっきり出してあげることなんかができたりして、現像までしっかりやる人なんかには確かにあると便利ですし、すごい使えるんですけども、まあちょっとですね使い方、まあ難しくはないんですけども、シチュエーションによってはですね全然なくてよかったりとかいろいろあるので、まあ持っといてもいいですけど使わないことの方が多いかなと思います。僕もたまに使いながら これからはですね海の色出したいなっていう時とかには使っていこうかなと思ってます。ということでですね、ここまでイノンさんのですね Z330 タイプ2すごい良かったですよって紹介してきたんですけども、ストロボといえばですね C&C さんが出してるですね YSD3 とかもあるんですけども、まあこれですね、実際僕もこれもですね使うことあって、それぞれ良さがねあります。やっぱりイノンさんの方がですねやっぱり柔らかくて、僕の雰囲気の写真を作るにはすごい適してるんですけども、例えばこれYSD3 で撮った写真なんですけど、小笠原とかですね青く濃い海でですね被写体がすごい遠くまでいるのも見えるけど、そこまでストロボの光が届かないみたいなシチュエーションあるじゃないですか。そういう時は C&C さんの方がですね、これも正確に測ってるわけじゃなくて感覚なのでなんとなくなんですけども、より光がですね届く距離が長い気がして、そういう時はですね僕こいつ持ってったりして使ったりとかしている時もあります。なのでですねストロボのメーカーさんによってですねいろいろ色があったりとか良し悪しとかあったりするので、自分好みのものをですねこういう写真が撮りたい、まあ、僕だったらふんわり撮りたい時はイノンさんで、ちょっとですね光を遠くまで届けたい時、青い海とかで撮る時なんかはですね YSD3 C&C さんなんかを使ったりはしています。ここまで僕が使ってるですねストロボ、イノンさんの Z330 タイプ2について紹介してきたんですけど、もうやっぱりいいストロボです。ワイドだったらですねこれ間違いないです。でマクロだったら D200 でもいいかなってところはあるんです。
ですけど、まあどっちも使える万能型です。ぜひですね、皆さんもですね、迷ったらこれを1台手に取ってみてもいいのかなと思います。よくですね、僕のですね、まあコメント欄とか質問とかでですね、ストロボ何使ってるんですか、ライト何使ってるんですかとかあるので、そういうのですね、ぜひ書いていただけたら、まあすぐにできるかはわからないですけど、こうやってですね、YouTube なんかでですね、説明していったりとか、まあレビューになってるかはわからないですけど、またこうやってできたらいいかなと思ってます。このチャンネルではですね、ダイビングをもっとかっこよく、もっと楽しくをモットーにこれからも運営していきます。ぜひ皆さん気に入っていただけたら、チャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。これからもいろんな海潜って、どっかの海でお会いしましょう。